皆様こんにちは、こんばんは、ふうです。本日は、プリパラの配置結果を紹介したいと思います。プリパラは、プリパラ納めの配置結果と、あとプリパラタイム1段を少しプレイしてきたので、配置結果を行っていきたいと思います。まず本日から、配布している、プロモチケ紹介します。こちら、ファンタジータイムのアイドル始めようコーデですね。はい、今日から、診断になってグッズとかも発売されています。我が家は後日、買いに行きたいと思います。で、裏面がこんな感じで一応紹介されています。そして、まずは、プリパラ納め、神段の、紹介します。まあ、ほぼ被りなんですけども、ジョイフルサーカスブルースカート、フルーツメロンメインパイシューズ、ポッピンオレンジトップス、ときめき花火浴衣シューズ、青空マーチスカートということで、無事に神段を、プリパラ納めできました。まあ、神段はほぼ、皆さんにトレードしていただいたりして、まあ、揃ったものと揃わなかったものがあるんですけど、多分またプリパラタイムの段の方できっと配置できるかなと思うので、また、狙いつつ、今後もプレイしていきたいなと思います。そしてですね、プリパラタイム1段、少しなんですが、プレイしてきました。まあ、感想から言うと、まあ、そんなにプレイ自体は変わらず、まあ、最後の神チャレンジみたいな、神ルーレットとかになると、ちょっとうち1回だけ最後にできたんですが、ちょっと勝手が違ったので、娘がちょっと、パニックってはいましたが、でもまあ容量としては一緒なので、また楽しんでプレイできたらなと思います。それでは早速、紹介していきたいと思います。ちょっと、まずが、ブリリアントプリンスのレアのロイヤルコバルトパンツ。ココフラワーのレアの、チロルラベンダーヘアアクセ。で、これは、再録ですね。リンクルリボンのフラワーメレンゲトップス。で、こちらが、ストロベリーミルクケーキワンピ、ファンタジータイムのですね、レアです。で、これは、多分、初めてプレイするともらえるやつだったかな。ココフラワーのチロルファーストワンピ。で、トゥインクルリボンスイートのスプリングフラワースカートノーマルです。で、こちらが、スーパーレアの、お花畑キュートトップス。こちらだけ、紙ルーレットみたいな最後にできました。で、トゥインクルリボンスイートのスプリングフラワートップス。ストロベリーミルクケーキシューズ、ファンタジータイムですね。で、キャンディアラモードのキャロットフラワーワンピース。ということでですね、こちらがプリパラタイム1段の配置結果になります。まあ、配置としては、まあ、S レアが1枚で、ほぼレアノーマルっていう感じでした。まあ、我が家の配置は最初こんな感じなので、はい、またちょっと楽しみながらプレイしていきたいなと思っています。持ち付けはまた後日、改めて紹介させていただければと思います。ということで、アイドルタイム段になりましたので、また我が家は楽しくプレイしたいと思います。ということで、最後までご視聴していただきありがとうございました。